本日のゲストはインドネシアリーグのキングに来てもらいました。丸川大成選手です。よろしくお願いします。キングではないです。キングです。もう本当にこれはマジで世に広めたい男なんで、ちょっといろいろ大成ちょっと話してください。ぜひ。まず大成のサッカー経歴からいこう。小学校、まあ、マッチクラブでやって、マッチクラブでやって、中学校どこ行ったの？中学もマッチクラブです。普通のクラブで、高校から広島南高校で、選手権とかも普通ですよね。3年の時はまあ全部出ました。ああ、そうだね。で、そこから中央大学に行って、海外行って感じだよね。はい。俺と大成の出会いは、まず俺がそのサッカーのエージェントみたいなのやってんだけど、一個下の中大にいた、今クリアスにやってる須藤武明ってやつがいるんだけど、そうね。で、そいつは裏イエスの時に被ってて、中大の時その時出てないんだよ、普通に。そうなんですよ、大学の時、ね、トップの試合は1試合しか出たことなくて、まあ、なんか行き来してた感じですね、トップと B チームは。はいはいはい。で、基本的に I リーグっていう、そうね、下のリーグに出てました。で、そこにいたんだけど、マジで、もう、化けるやついるみたいな。で、海外行きたいから、ちょっとなんかないですかって言われて、で、最初俺がマルタとかにちょっと力があったから、大勢のそのマルタの時に、サポートしたっていう感じなんだけど、なんかあれだよね、就職。あ、就活。してたんだよね、普通に。一社だけしましたよ。まあ、金融系のが。はい。しかも大手のな。まあまあ、大手で。結構悩んでたんですよね、正直。え、もう決まってたんですよ。あ、もう、ないないってはもらってました。野村証券だよね。そうですね。そう、野村証券っていう、もう多分、就活生とかはめっちゃ分かる、大手の銀座、証券、大手の証券会社があるんだけど、まあ、中央大学とか、マーチ、慶応とか、早稲田とかの人が行くのかな。多いですね。そうだよね。でもそこに入れば、まあ、バカきついだろうけど、安泰なお金とかをもらえる。結構多いんですよ、そのサッカー引退した後、ね、大手の会社に就職っていうのも王道です。そのためにそこ入る、まあ、そう人もあるもん、ね、いると思います。プロになれなかった時のために、はい、で、それを蹴ってもう海外に行くって決め、サッカーやるって決めたんだよね。そうですね。え、まずなんで海外ってか、まずなんで蹴ったん？プロになりたいっていうのが、まあ、めっちゃちっちゃい頃からあったんで、まあ、そう、マジで就活してみたときに、やっぱこのままじゃ悔い残るなみたいな感じで、で、あと若いうちはなんかやり直せるって結構聞いたんで、ああ、いろんな感じですね、はい、プロで目指して、まあ、無理でもそこからまた就職がいつでもできるかなっていうのもあったので、あ、まあ、若いうちしかできない道選ぼうかなってことで海外行くことしました。この決断をする選手ってそんな多くない、ないんですよね。まあそうですね、正直めっちゃいい道があるんで、そうじゃね、はい、そのめっちゃ金もらえるから普通に働いていけば安定だから、はい、まあでもそこをチャレンジして、はい、でも海外に行くって決めてね。そうですね。そこからマルタに行ったんだけど、それもやばかったですよ。俺シンさんと話して、うん、もう1週間以内に飛行機のチケット取って行った感じなんで、もう超急でしたんで、今来た方がいいってめっちゃプッシュされて。でも正解だね。そう、マジで正解。正解なんですよ。もう本当チャンス、サッカー界はね、もうマジでチャンスに飛び込む勇気とかも本当に次に繋がったりするから、そこも行ける覚悟ある選手とかはやっぱりね、上に行けたりするかなって思うんですけど、で、マルタに行って1年半そのマルタの同じチームでやって、で、その後マルタ の結構強豪なところから引き抜かれて、で、そこでヨーロッパリーグとかも出て、で、まあ経歴をつけたっていう感じで、はい、で、その後に一応ラトビアのチームに、そうだよね、ラトビアの、俺もいたラトビアのチームに移籍して、はい、で、チームのゴタゴタがあった。そうそう、で、これも海外あるあるなんですけど、なんかオーナーが揉めてみたいな感じで、もうチーム解散みたいになっちゃったんで、それで日本帰ってきましたね。あ、一回帰ってきたの？はい、帰りました。で、ちょうどそのタイミングでオーバー来たんです。はいはい。で、そう、こ、まあここからエグくなってくるんですけど、まずマルタ1年目とかのさ、給料とかなんてね、ま、やばいっす。やばい、やばいっちゃやばい、やばい。まあ本当生きれる程度、そうだね、本当に程度って感じです。
貯金とか無理する。そうだね。1年目基本的にヨーロッパ行く選手は結構大きな経歴がない限り、まあ生きれる程度お金をもらいながら、もう本当に我慢じゃないけど、まあ、J3 の、働きながらサッカーを やる感じとまあ似てるのかな。そうそう、本当に次のステップアップを目指して、プレーするっていう感じなんだけど、そこでやって、まあ、その後マルタのチームに移籍した時はまあちょっとはもらえるぐらいになったんだよね。そうですね、まあ、上がりは上がりました。まあでもそんなめちゃくちゃもらえる、まあ、ってことでは全然ないです。そうだね、そうだね。ではそこからインドネシアに行ったんですけど、多分そのここも多分結構迷ったと思うんだけど、俺もそうだったんだけど、ヨーロッパので上を目指すか、東南アジアでそのお金まあまあちょっともらえたりするか、そっちを選ぶかっていう道が結構ヨーロッパでやってる選手だったら来るんだけど、そこは結構もう迷いもなかった。結構悩んだんすけど、うん、まあ、なんか年齢考えた時に、まあそうだよな、正直もう20歳ぐらいならヨーロッパの子かなって思って、うん、全然そうだね。でやっぱもう24だったんで、うん、なんか周り見てたらやっぱりもうもう行けるとこ行って稼ぎ切った方がいいなっていう正直判断したっていうか、まあアジア人枠あるアジアでうまくやっていこうかなっていうふうに決断しました、うん。まあ、そこに行くのもちゃんとめっちゃ活躍できなきゃ無理なんですけど、俺もそんな感じでインドネシア途中で行ったから、まあ、めっちゃ分かるんだけど、まあ、でも、まあ、そこはどっちでもいいと思ってて、まあ、そうそう、人による人によるね、活躍すればどこでもチャンスはあるとは思います。うん、間違いない。そのインドネシア行ってもう1年目で大爆発して、34試合17ゴール10アシストぐらいしてるのよ。これもありえないんだけど、でしかも全部の全リーグのベスト11の11じゃなくて1位、もうマンオブ、ま、なんていうの、ベストオブザシーズン、そう、ベストオブザシーズンも1番、とりあえず1番です、インドネシアリーグの。1番やらせてもらうと思います。給料についてちょっと話していこう。給料事情。給料事情。インドネシアの、はい、最初に入った時も、まあ、そんなに低くはないだろうけど、はい、やっと同期の社会人ちょっと超えたなぐらい。あ、そうだね、そうだね。インドネシアではそれぐらいに来て、で、そこからこの1年間、えぐいプレーして移籍したんだけど、もうとんでもない額になったよな。 J1 並みぐらいかもしれないですね。そうなんですよ、はい、J1 並みぐらいにもらってるんですよ。大勢だからもうすごくないですか。日本の、まあ、広島みなみってもちろん経歴はあるけど、中央大学で、まあ、もちろん A チームとかにいないと J リーガーにはなれないと思うんですけど、だからなれなかったけど、結局諦めないで、お金をめっちゃもらえる企業も蹴ってチャレンジして、今マジで給料多分 J1 のいいチームでスタメンで出てる、その手取りとか税金とか全部抜いてもらえる額、手取りの額は本当、浦和、俺知ってるけど、いろいろ浦和レッズとかのちゃんとスタメンで出ててもらえる額になりました。ありがとうございます。夢ありますね。いや、マルタの頃から何十倍とか。いや、本当にそう。だからこの動画見て、俺はその世の中でサッカー続けようかな、どうしようかなって思ってる選手、特に自分に自信ある選手とかね。あ、それです。うん、向き不向きもあると思うんですけど、うん、本当にそうだね。なんかもうまだ俺ならできるって感じてる人は絶対チャレンジした方がいいなっていうふうには、うん、マジで思います。インドネシアのサッカーがまずえぐい熱くて、激熱です。やばいよね。大勢もフォロワー38万人ぐらいいるんだけど、どんな感じだ今インドネシアのインスタ、ま、街とか。街は、ま、でもファン入れないんだっけ。まだファン入れないんですけど、ま、普通に普段街で歩いたらもう100発100中バレますね。そうだよね。スラバヤっていう地域のチームだったんですけど、うんうん、ま、そこはもう出歩けなかったです。正直変装してもなんかバレるんで、まあ、日本人ちょっとやっぱ色が他の人に比べたら白かったっていうのもあると思うんですけど、すぐ写真でも集まってくれるんで、ね、でもジャカルタとかでも声かけられますね、結構。やべえな。だから日本で言うとコムドット。コムドット。勢いで言うとコムドットです。そんであったかもしれないです、マジで。マジで。それジャカルタの空港とかでもなんか、あ、大勢丸川じゃんみたいな感じで通してくれたり、先に。
知名度はめっちゃ高い。やばい、インドネシアのサッカーは本当に熱い、もう日本より熱い、国技みたいな感じで、もうみんなサッカー本当に見るから、プライベートはないじゃん、じゃああんまり。てかそれめっちゃ感じましたね。でもきつかったそれは。ああ、夢になりすぎるのもあるってことですね。いや、日本だと夢になりたくないなってちょっと思ってますよ、絶対。もうきついな。いや、どこ行くにしてもなんかちょっと身だしなみとか考えないといけないんで。まあみんな憧れます。あ、まあ憧れますよ。みんななりたい。そうですね。一度は絶対経験をするのいいと思います。海外にこれ見て挑戦したいとか思ったりする選手も多いと思うんですけど、まあ、ちょっとなんか食とか結構気にする人とか環境とか気にする人、まあ俺らの中では実際どこでもやっていかなきゃダメみたいなところあるよな。食はもう優先順位めっちゃ低いですね。めっちゃ低い。どこでもよかったってとこあるでしょ、うん、まあでも初めて行く人は気になりますよね。あ、そうだね。まあじゃあヨーロッパの時からその俺と大したほぼ同じ道だからね。マルタ行って、そうラトビア行って、ラトビアはまあ大したプレーしてないけど、まあ1年目まあヨーロッパ行って、もう自炊だよな。まあもう金ないんで自炊しかなかったっすよね、うん、まあパスタな、パスタが主食のやつで、基本的になんかいろんな何書いてるか分かんないけど、なんかトマトの絵とか書いてあるパスタソース、そう、トマトのソースかけとか OK みたいな感じそう、適当に買ってあの過ごすっていう感じだね、1年目は。でも俺2年目ラトビア行った時はちょっとだけいいチームになってご飯とか出てたんだよね。あ、出てた。そう、出てた。結局大学生とか高校の経歴からいくと、どんだけいい選手でもやっぱいきなり上位のチームに入っていくのね。きついですね、上位は結構。能力はもちろんやれるんだよ、絶対に。でも難しくなってくるから、無理ですね、いきなりは。そうだね。インドネシアはどんな感じで飯自分では出る。今年コロナ特殊なシーズンで、なんか地域にとどまって、はいはい、6試合ぐらいやって、また地域に帰って6試合やってやったんで、ホテルずっとホテルやったんですよ。あ、なるほど、ね、何でも朝昼晩出てましたね、ホテルのご飯が。じゃあもう、なるほどね。俺は、はい、時はまだ普通に動いてたから、まあでもお金もちょっとやるし、でも飯とかは出てなくて、自炊か外食なんだけど、まあちょっと頼めるし、あっち物価とかもそんな高くないから、毎回外食だったら超安いし、超安いよな。え、インドネシアはマジで物価安い、安い、めっちゃいいとこです。そうだね、安い中で普通に日本円でそれくらい回ってるから、もう多分もう誰でも結婚できる今インドネシアの人だったらまあ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 。インドネシア帰る人いた？あ、いましたよ。マジか。ある、そういうのあった？いや、まあ、あんまりやれない、まあ、あったみたいです。いや、まあでも声はかけさせてもらいますね、正直。あ、かけてくれますね。え、それインドネシアの中のモデルみたいな？あ、そうですね、そのスラバヤの地域のモデルの方とか、まあちょっと著名人ご一緒とかから DM とか来るんですけど、インドネシアのモデルは日本で言うと荒木優子みたいな人からメッセージ来てます。相当可愛い。まあ応援メッセージくれるって感じですね。あ、まあ応援メッセージ来てるところは誘ってんじゃんってことなんで、まあいけるんですけど。いかないですか。いや、いいな、やっぱ夢あるよな。そのインドネシア一部に行くのに、まずヨーロッパ一部での経歴が必要なんだよね。そうですね、一部の、そう、一部での経歴が必要で、で前の俺のインタビューでも話してるんだけど、まあ J2でスタメンで出てたら行く人ってあんまりいなくて、まあちょっとお金もらえるから多分あんまチャレンジする人はいないんだよ、うん、まあ、でも実際大勢の方がお金を考えた時に本当にインドネシアでもそうしたら J2 で出てるよりもらえるから、 J2 よりはそう、 J2 よりもらえるから行くっていうのも一個だと思うんだけど、まあ、J2 で出てる選手はあんまり行かないでします。でも J2 で出てないといけないんだよ多分、動画とかもないし、難しい、ルールで行けないよね、うん、そう、ルールで行けない。で J3 からだといけないんだっけ。まあ、なんかご利用者できるっぽいっすけどね、なんかうまくやれば。そうだね、はい、でも多分 J3 で出てるよりヨーロッパの一部で出てる方が評価が高いんだ。高いです、高いです、はい。で実際言うと、まあでもラトビアの時結構強いって感じたんだよな、一部の上位は。でもリーグ全体を見たら全然 J3 の方がレベル高いよね。高いですね、もう余裕でね。平均値がやっぱ日本は高いですね。全員やれますもんね。間違いない、そう、みんなうまいから。あとはその細かい技術っていうより、まあ、そこももちろん重宝されるんだけど、あのドリブルとか
できたりする選手が活躍できるから、なんか本当にそういう選手自分当てはまってんなとか、大学で出てなくてもよ、大切だって出てなかったんだよ、本当にチャレンジしてほしい。そうですね、もうアイリーグから来れるって証明できたんで、ね、確かに確かにやれるっていう、間違いない。動画とかねある大学多いだろうから、それもっとに本当に連絡してくれれば何かできるかもしれないんで、俺じゃなくても。そうですね、うん、僕あれですね、大学アイリーグの動画を自分の中で切り抜いて俊さんに送って、そうそう、いろいろチームに送ってくれました。そうそう、さっき言ったように後輩からの紹介、 こいつバーキュー多分いけますみたいな、なんか周りにいてもなんかこの動画とか見たらアドバイスぜひしてあげてほしいですね。だってもう大勢今もうまだ25になりました、ね、5でまだ25で、まあ、30、31、32まで全然やろうともやれるだろうから、ね、そうだから僕から結構稼げる道筋は見えてるんで、本当に諦めないでやれば大勢2号全然いけると思うんで。予想してた？いやここまでとは正直予想できなかったですね、まあ、ある程度活躍できるだろうなっていう予測はできてたんですけど、まあ自信あったから行ったしね。そうですね、みんながこうなるともちろん言えないけど、でもサッカーでお金もらえて、それ日本でやるより可能性とかがプレスターによるけどある選手もいるから、ぜひちょっと参考じゃないけど自分の後押しにしてもらえたらなって思いますね、うん、なんかオファーとかも国外だと今なんか来そうっていう話は結構あったんですけど、うん、まあ、マレーシアと、はい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 、韓国と、まあ、カタールとかの話あって、おお、もう今の国とかマジで J から行くようなレベルだからね、みんな。そうそう、俺らの同い年もそろそろ多分アジア考えたりする年だからね、最後アジアで、ね、アジアで稼いでる、そうだね、もうありだよ、ありだと思います。連絡してきてください、あの友達あるんで興味ある方は。てかマジであと大勢のおかげで相当インドネシアの今日本人の価値上がった、本当 にその国でね、はい、日本人が活躍すると、もうだからマルタとかも俺らがね、そうそう、俺はあんまそうでもないけど、まあ、大勢とか他の日本人 K とかね、 K が盛り上げてから日本人今めっちゃいるようになったし、大勢のおかげで今多分インドネシア本当に、インドネシアもそうです、日本人の評価めっちゃ上がってるんで、入りやすくなってるかなと。